この先生のお手伝いをさせていただけるだけでありがたいみたいな、でも生活は苦しいみたいな。こんにちは、橋本彩子です。アダルトチルドレン HSP の人が仕事をする上での壁とその対策についてお伝えをいたします。アダルトチルドレンっていう言葉を一応ご説明させていただくと、もともとはアルコール依存症の親を持つ子供といった意味で、そこから発生して機能不全家族で育って生きづらさを抱えた人を意味します。 HSP っていうのはハイリーセンシティブパーソンの略で、とても敏感で感じやすく感受性がとても高い人たちを意味する言葉です。アダルトチルドレンの方の中で HSP 気質の方は多いかなと思いますので、アダルトチルドレンと HSP の方に向けてお伝えをさせていただこうと思います。私自身が起業や在宅ワークに関するスクールをやっておりまして、自分で経済的自立をして仕事がしたいですとか、自分でお金を稼げるようになりたいですといったご相談をいただきます。その中で自分はアダルトチルドレンですとか独親育ちで人間関係に対して様々な抵抗感を持っていますといったご相談をいただくこともあるんですね。会社で働く場合もそうなんですけど、自分で仕事をしたい方でアダルトチルドレン HSP 気質の方がどんな壁にぶつかりやすいかといったことを私の経験談も交えてお伝えをさせていただこうと思います。人間関係の壁として多いのが対等でなくなる。仕事をしていると取引先お客さんができるかなと思うんですけど、お仕事をいただいてるっていうことでの関係性っていうのはあると思うんですけど、基本的には取引先っていうのはビジネスパートナーなんですよね。なので対等であると考えていいかなと思うんですけど、アダルトチルドレン独親育ち HSP 気質の方で必要以上にへりくだっちゃう傾向があるんですよね。もうお客様は神様だぐらいに多分思ってるのかもしれないんですけど、お客様の顔色を伺って怒らせたら怖いからビクビクしちゃったりとか、自分の言うべきことを言えずに溜め込んじゃって、それが原因でトラブルになっちゃうといったことがありがちです。例えば多い傾向としては、お仕事をしましたと、納品をしました、でお金を支払っていただきたいので請求書を出すことになるんですけど、請求書を出すタイミングが分からなくって、お客さんから連絡をずっと待ってる状態。普通だったら あれどうなりましたかとか、請求書をお出ししていいですかとか、もう完成でいいですかみたいなことが聞けるんですけど、必要以上に気を使いすぎる方っていうのは、納品をしてなかなか連絡が来ないのを、自分が悪いからもうダメだと思われたんだとか、自分にはお金払ってくれる価値がないんだとか、そんな風に勝手に解釈しちゃって、でそれで勝手に請求書も出せずにズルズルいっちゃうっていう方もいらっしゃるんですよ。まあ私もそういう時期があったので、お客さんに強く言えない。ただですね、フリーランスでお仕事を発注していただいているのであれば、お金をいただく権利っていうのはもちろんありますので、自分がした仕事に対しての対価っていうのをしっかりと請求するっていうことが、人の顔色を伺いすぎる傾向にある方はそこを意識していただくといいかなと思います。主従関係になりがちなところも気をつけた方がいいと思うんですけど、特に経営者さんのサポートをするようなお仕事の場合、結構その経営者さんって、例えば自己愛性人格障害なのかなって思うようなタイプの方もいらっしゃったり、結構その強めな性格のちょっとサイコパス寄りな方もいたりとか、ちょっとその圧の強い方もいらっしゃるんですよね。でそういう方に意外とアダルトチルドレンの方って気に入られがちなんですけど、なんでかっていうと、言う通りに動くから。そういう意味ではお仕事をいただきやすいメリットにはなるのかもしれないんですけど、そこでめでたくマッチングした後ですね、問題が強くて怖いタイプのお客さんの顔色を伺って、自分の意見を主張できずに我慢をためてためてストレスで体調を崩してしまうとか、先ほどお伝えしたお金の請求ができないとか、いわゆるやりがい搾取ですよね。すごく安い金額でこき使われているのに、この先生のお手伝いをさせていただけるだけでありがたいみたいな、でも生活は苦しいみたいな、っていうことにもなってしまいがちなのが、アダルトチルドレンや HSP の方にありがちな起業スタイルかなと思いますので、そこを気をつけた方がいいかなと思います。有名な先生とかカリスマ的な方って
とか大企業さんとかとお仕事をするっていうのは実績になっていいと思うんですけど、そこで自分が我慢をしてストレスをためたり体調を崩すまでになると、ちょっとその仕事のやり方は見直した方がいいと思いますし、まともなお客様であればお互いがいい気持ちで仕事を続けられるっていうことを一番に求めてらっしゃるかなと思いますので、そういったいい関係性を築いていけるお客様を探すといったことも意識していただければなと思います。あとは取引がたとえ終わった場合でも、アダルトチルドレンの方は自分を責めがちだったりするんですよね。自分がスキル不足だったからダメだったんだ、切られちゃったんだっていう、それで反省して次のために改善をするっていうのはいいことだと思うんですけど、それでも自分はダメだ、才能がないんだって諦めちゃうっていうのはもったいないことかなと思いますので、たとえスキル不足があったとしても、それは人間性の不足ではなくてスキルの不足なので、そこは補う努力をすればいいんじゃないかなと思います。フリーランスで起業するにあたっていろんな仕事があります。ライターや動画編集者、物販デザイナーなどいろいろあるんですけど、どのお仕事をするにしても、お客様とお互いに対等で我慢やストレスをためずに本音でやり取りのできる関係性作りっていうのもお仕事のスキルの一つではあるかなと思いますので、自分責め癖がある方とか相手に対して壁を作ってしまいがちな方は、そこの部分を意識するだけでもお仕事がスムーズになるんじゃないかなと思います。以上がアダルトチルドレンや HSP 気質の方が自分で仕事をする上でぶつかりがちな壁とその対策ということで、これから自分でお仕事したい方の参考になればと思います。アダルトチルドレンと仕事というテーマではいろいろとお伝えできることはありますので、もし何かご相談などございましたら、コメント欄や概要欄に記載の LINE 公式アカウントからご相談いただければと思います。この動画が参考になったと思っていただきましたら、高評価のグッドボタンを押してください。このチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。